ヘルシンキ市交通局、ヘルシンキ市交通局、ヘルシンキ市交通局、フィンランド語略称、HKL、スウェーデン語略称、HST は、フィンランドの首都ヘルシンキを中心に、路面電車、地下鉄の運行及び、バス路線の統括、企画を行う事業者である。本校では、以下、フィンランド語の略称である、HKL と表記する。また、 本校では主にバスの概要について記述する。地下鉄については、ヘルシンキ地下鉄を、路面電車については、ヘルシンキトラムを参照のこと。ヘルシンキの公共交通は、1888年に運行が開始された乗り合い馬車に橋を発する。その後、民間事業者により1891年には馬車鉄道、1900年には路面電車、 1936年にはバスが運行を開始している。これらの運行事業者は1945年1月1日に買収、統合され HKL として発足した。発足当初は年間1億5700万人を輸送した HKL もモータリゼーションという世界的な傾向により乗客は減少。1970年には 年間1億3100万人まで輸送量が落ち込んだ。HKL ではこれに対して、1970年代に路面電車の起動時期に自動車が入り込むのを防ぐための専用起動か、1973年にはゾーン運賃の導入などを行い、輸送改善に努めた。この結果、百七十五年には年間輸送人員は一億八百五十万人と、 なり、初めて開業初年度を上回った。1998年8月からは、欧州連合の指令により、ヘルシンキ市内の路線バスについては、競争入札制度が導入され、HKL が企画した、路線網の運行を入札事業者に委託することになった。路線ごとに入札を行い、受注価格だけではなく、使用車両や運行の品質なども、査定の対象となる。 入札制度の導入以前は、HKL バスが市内の路線の半数以上に当たる55.7%、その他の事業者のうち公営事業者であるスゴメン、トリスティーウと略称、STA が19.6%の路線を運行し、残りを5事業者で分担していたが、初回入札の結果、HKL と STA を含めても5事業者に減した。 2004年時点ではフィンランド国外社本系の事業者も含めて5社が参入している。この入札制度の導入により年間1350万ユーロの補助金を削減した。その後も輸送人員は増加を続けたが年間輸送人員が2億2430万人に達した2002年をピークに輸送人員は減少傾向となった。これは この時期からバス利用者の減少が大きくなったことによるので2002年の年間バス輸送人員が8890万人であるのに対し2004年には7940万人となっている乗客減の要因としては運賃改定による乗客の一層や高齢化による人口減少の影響などが挙げれる2005年1月1日より HKL のバス部門と STA は統合され、ヘルシンキバス株式会社、ヘルシングンバシリーン、略称、HBL が設立された。これは、HKL バスと STA という二つの公営事業者が競合することによる非効率性を改善するための統合である。以後、HKL の直営事業は、路面電車と地下鉄のみとなり、バスについては、 路線の管理と統括業務のみを行うことになった。HKL ではサービスの一つとして快適性を重視し乗車率の目標をラッシュ時75%、通常時55%としている。ただし乗車率があまり低いと資産利用の効率化が図れないため最低20%の乗車率を維持することも目標とされており。 この目標を達成することを主眼としたダイヤ設定が行われている。また、障害者や高齢者への対応として、ノンステップバスの導入が進められており、2006年時点では、ラッシュ時以外は全てノンステップバスによる運行となった。また、環境対策の観点から、1998年以降は、CNG バスの導入も進められている。HKL では、 2012年までに40%のバス車両を CNG バスにするという目標を設定しており、2004年現在は15%のバス車両が CNG バスとなっている。1973年よりゾーン制運賃が導入されており、ヘルシンキとバンターがそれぞれ一つのゾーンとなっているほか、エスポーとカウニアイネンの西で一つのゾーンとなっている。 2014年現在の運賃は、1ゾーン完結の場合1乗車3ユーロ、複数ゾーンを移動する場合は1乗車5ユーロとなっている。ヘルシンキでは、自動券売機での購入時には2.5ユーロという割引運賃が適用される。信用乗車方式を採用しており、不定期に検察を行っている。無殺乗車の場合の罰金は80ユーロである。なお、 HKL では乗車券の IC カード化を推進しており、定期券や回数券などを IC カードとした結果、紙製の乗車券は普通乗車券以外はほぼ廃止されている。また、2001年からは携帯電話による乗車券の購入にも対応している。これは乗車前に専用の番号に対して電子メールを送信すると1時間有効の片道乗車券が電子メールで 携帯電話に返信されというものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。